Hey everyone, 元気ですか？久しぶりですね。っていうか、まあ一人でこうやって動画撮るの久しぶりな感じがするけど、まあ僕だけかもしれない。OK、今日はね、特にテーマとか決まってないんですけど、さっき買い物から、まあ、食事の、買い物から帰ってきたので、まあ何を買ってきたかを見せたいと思います。まあ僕の冷蔵庫には何が入っているかを、しゃっくり、見せたいと思います。それでは、早速。はいはいはい。まず買ってきたものを広げようか。この冷凍の、シシャモ、買ってきました。魚食べるのも大事だね。今はちょっと減量中で、カーボをあまり取ってないから、結構、タンパク質多めですね。ここに入れたいと思います。ここにはね、まあ僕のものじゃないんだけど、友達の、なんか冷凍野菜とか、唐揚げとか入ってるね。僕は食べれません。まあ野菜の方は食べれる。で、次にこういうナッツ類。ナッツ類は体にすごいいい脂質。含まれてるからね。でもね、気をつけないとね、脂質すごいオーバーしちゃいます。食べ過ぎると。ここにはまあ 95g 入ってますけど、まあこの3つナッツ 10g あたりに脂質が 5.7g 入ってるから、まあちょっと食べ過ぎには注意しないといけない。もう本当にお腹空いた時とかに、やっぱり減量中、まあ、これはちょっと食べたりします。そして、サラダ。これ2回に分けて食べるかな。で、ちょっと最近寒くなってきてね、風もひきたくないから、ちょっとビタミン C が入ってる。まあ、フルーツ。まあ、オレンジでもグレープフルーツでも、まあ、時々食べるようにしてます。で、まあ、豆腐。最後の、まあ、夕食とか結構、寝る前お腹すくと大変だから、豆腐も、ここに書いてある通り、まあ、炭水化物、この 100g あたりに 2.9g 入ってるし、脂質も 3g、ね、100g あたりあるんですけど、まあ、これも、うまく、ね、量を決めれば、ね、減量中でも OK。普通は僕、麻婆豆腐の、この、なんていうの、この元、自分で作れるんだけど、ちょっと、めんどくさいから、最近、1日に食事結構食べてるから、この、パッパパッとつったね、できちゃうやつ、ちょっと塩分多めだけど、今は大丈夫。脂質、まあ結構低いね。この1人前の 27g に、まあタンパク質 2.9、脂質 2.6、炭水化物 6.9。まあ悪くはない。炭水化物をゼロに抑えようとしてるなら、まあこれはやめた方がいいけど、まあゼロはおすすめしないです。で、ステーキ。牛肉。まあ1週間に1回、2回、3回ぐらいは食べますね。はい、これ多分今晩食べるかな。そして低脂肪牛乳、これは朝のオートミールに少し入れて食べます。そしていつもの定番の鶏の胸肉で、ね、やっぱりあまり油とか使わないで料理するから最近はね。だから、まあ、結構パサパサするじゃないですか、まあ、うまく作ればそんなにパサパサしないんですけど、ちょっとまあ食べ飽きた時にはこうやって僕はあれこうやってアボカドを少しね一緒に入れて食べます。そうするとね、そのアボカドの滑らかさとこの、まあ、鶏肉のドライがすごいうまくね何て言うんだろう、まあ助け合ってすごい鶏肉が食べやすくなります。そしてこのリケンのノンオイル青じそドレッシング、結構この味好きだね。この大さじ約1杯、15g あたりに、まあ、脂質0、炭水化物 1.4、 ナトリウムはまあ350入ってるけど、まあ、まあ大丈夫。まあ、これを、まあ、時々この鶏肉にかけたりサラダにかけたり、ね、何かちょっと味が足りないと思ったらこれをかけたりしてます。このリケンの青じそノーモイルドレッシング、確か僕のバンド感動バンドはこのリケンのドレッシングの CM に、まあ、1年ぐらい載ってましたね。もうちょっとこのドレッシングを応援したくなりますよ、なんてね。じゃあ冷蔵庫の中見よっか。ほい、すげえ汚いまあいいや、オッケー、見せれていったから見せます。このほうれん草は僕のじゃないな。あ、1個僕のかもしれない。あ、小松菜だ。ほうれん草は僕ので、多分小松菜は友達ので、 あと卵があって、ちょっとハムがあって、まあハムちょっとこういうジップロックパック、凍ってるのも冷凍庫に入ってるんですけどね。なんか腐りそうな人参とコシュジャン、これは僕食べないな。あと卵。卵はいつも僕の冷蔵庫にはたくさん入っています。で、アスパラガスも好きですね。後ろに、その後ろに腐りそうなほうれん草がある。ちょっと捨てないといけないかも。で、ここに、
僕のプロテインパンケーキあと4枚残ってるけど、今ローカーボだからそんなに食べれないよね。どうしよう、友達にあげようかな。結構いいんですよ、この僕の作るあのプロテインのパンケーキのマクロは。だからね、近いうちにあのカネキッチンでこのプロテインパンケーキの作り方見せようかな。見たい人はこの動画をライクしてください。で、定番のブロッコリー、ネギ、トマト、あーこれ腐れそうかもやばい、しばらくまあ1週間ぐらいこの冷蔵庫掃除しないからね。しいたけ、ブロッコリーこれは僕絶対食べないね、こういうマーガリンみたいなのは。友達が使ってるのかな。あとこれ今は捕まえて食べないけど、このサルサめちゃくちゃ美味しい、コストコのチキンナゲットとか、もも肉とかあるけど、これは僕は食べないね。お友達の弁当かな。で、まあ味付けるここにあるんですけど、まあ、マヨネーズは最近使ってないですね。で、まだモンスターがこうやって残ってる。僕ってね、いつもあの白いモンスター買うんだけど、あのこの間の大会とかでみんないろんなね、あのこういうグリーンとかブルーとかを、ね、くれたから、まあ時々バラエティ違うのも飲むのも楽しいからね。みんなありがとうございます、モンスター、まあ、毎日は飲まないけどね、まあ、あの時々飲みますって感じだから、まあ残ってる。そして、まあ、牛乳あるとか、これは僕のじゃないな、ワインがある。まあ、なんか久しぶりになんかお酒とか飲みたくなるなあ、これはスパイシーソース、これめちゃくちゃ美味しい、シラチャって言うんだけど、これ、うん、まあ、甘辛いって言えばいいのかな。うん、前の動画にも、前のこの冷蔵庫の紹介のやつにもあの紹介したかもしれない。これ鶏肉とかに入れても何にかけても、卵にかけたりしても美味しい。 OK、 こんな感じかな。ということで、うん、大会まで2週間になったね。最終的な調整が始まる時期なんですけど、僕も頑張りますね。あの大会見に来る人いるかな、今回東京ファイナルだから多分見に来る人いるでしょね。あの東京の大会で会いましょう。もちろんあの動画もあの大会までにたくさん出していくつもりなんですけど、今回はあのペリスコープで行ったかな。最近ペリスコープでのライブ、まあ、時々やってるんですけど、そっちではあの最新の情報とか、まあ、なんて言うんだろう、まあ、ふざけ話がやってるんで、皆さん興味あったらそっち行ってください。ペリスコープで行ったかな。今回東京大会に向けてはカウントダウンシリーズやらないって、うん、まあ、ちょっとね、忙しいし、なんかでも他に動画出すので皆さんあのご安心くださいませ。それでは今日の動画はこんな感じで終わりにしようかな。明日は、まあ、今日月曜日だからあの筋トレやらなかったんですけど、まあポージング練習とか、あと何やるかな、まあ明日はジムに行きます。多分明日の筋トレ風景は動画に撮りたいかな、まあ、撮ろうかな。 Alright、 最後まで見てくれてありがとうございます。Work hard, see results. Thanks for watching, and I'll see you again soon. I'll scream out your name.